スノーマン岩本照、後輩、美少年にストイック指導。新橋演舞場で上演中の、少年たち闇を突き抜けて、に単独初主演の少年。今年はスノーマンの岩本照、30、が初めて構成と演出を手掛け、伝統を踏襲しつつも革新的な作品に。岩本が指揮を取っているだけあって、アクションやダンスのキレがすごい実は、本読み後に言った美少年へのインタビューでもこんな話が。藤井直樹、23、岩本くんが、体力作りはしといて、って言ってたよね。なんかドキドキする、笑。岩崎大将、21、俺、自信ないかも、笑。佐藤龍が、20、岩本くん、普段は優しいけど、パフォーマンスに関しては厳しそう。浮所日高、21、そういえば、本当の監守長、作中で少年たちを苦しめる存在は俺だよ、って言ってた。那須雄斗、21、それは怖いな、笑。でも、筋トレは直接教えてもらいたいよね。金指一世、19、千秋楽後には、みんな筋肉バキバキになってるかも。さらに意気込みを聞くと、6人の仲の良さを感じられるやりとりも、岩崎、全員でつなげていよう。金指、じゃあ俺からね、今年は美少年に主演を任せていただいて、那須、僕らもすごく楽しみですし、藤井、新鮮な雰囲気でお届けできると思いますし、浮所、ダンスやアクションも見どころですので、岩崎、どうぞ、よろしくお願いします。佐藤、俺の前で終わらせないでよ、とにかく、誰一人欠けることなく頑張っていきましょう。全員、おー。